はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではミスティックアーク、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、ソーダホールにいたね、あのアクアヒドラっていう、まあ、モンスターを倒しまして、このお屋敷にね戻ってきたところなんですけれども、なんかあの戻ってきたらね、屋敷の中で、モンスターがこう暴れ回ってまして、こうセシルがね、まあ、どっかに連れて行かれちゃったっていうね、そういう状況になってしまったんですけれども、確かこの左端の扉のこの辺までね、行ったところで、まあ、引き返してきちゃったので、今回はねこの先の方に行ってみたいと思いますと思ったら、なんか強そうなのが出てきましたね。名前がわからないんですよね。まあ倒したら名前が判明しますので倒しちゃいましょう。ドローン、あ、経験値結構高いですね。で、錆びた剣とか落とすんですね。あ、そうそう、ここまでね来たんですよね。ではこっちの扉からやっていきましょう。ん？なんだここは。ここは何でしょう。どんなに力を入れても引き出しは開かなかった。うん。ん？ああ、テーブルマナーの本。正しい場所に座ること。正しい場所。扉というかドアがここなので、まあ、通路側ではないことは、まあ、合ってると思うので、ここかな。この場所に座ってはいけない。テーブルマナーの本を読み直すこと。怒られちゃいましたね。ということは、ここなんでしょうかね。あ、ここが正しい場所である。奥のタンスを開けよ。はい。ゴンゲンはアイスロックを見つけた。アイスロックってただの攻撃アイテムですよね。うん、氷の袋で大きな氷を包んでいる。敵一体にアイスダメージと。これを手に入れるための謎なんでしょうかね。まあ、てっきりあの上座下座の関係でこの奥側だと思ったんですけれども、なんか違いましたね。まあいいか。ん？フルコースのマナーを守ること。またなんか厄介な謎が出てきそうですが、しおれかかっているベンチェラの木だ。一つだけ実がついている。取りますか。はい。ベンチェラの実を手に入れた。これ確かあの袋小路の町のあのジャムの中に入れる材料ですよね。まあ、とりあえずもらっておきましょう。それで、テーブルマナーを守れ。もう一回読みますね。あ、フルコースのマナーを守ること。フルコースのマナー。ん？右の食器棚の引き出しを開けてみた。わ、いっぱいありますね。右端のナイフ、右から2番目のナイフ、右から3番目のナイフ、左端のナイフと。うん。これをどうすればいいのかな？左の食器棚の引き出しを開けてみた。あ、こっちにはフォークが入ってるんですね。ナイフとフォークが入っています。それで、フルコースのマナーを守る？そしたら、左手で、左側というか、一番左のフォークを掴んで、で、右手で、一番右のナイフを取る。これでいいのかな？ん？何にも変化が起きませんね。これを繰り返していけばいいんでしょうかね。
そしたら、右から3番目のナイフ、フォークは取れない。どんなに力を入れてもフォークは取れなかった。ん？これはなんだ？銀のフォーク。美しい銀色をしている。かなり高いものだろう。うん。まあ、それはいいんですけれど。あれ？これ何をすればいいのかな？壺にはナイフと書いてある。中は真っ暗で底なしのようだ。で、多分これはフォークでしょう。そうですね。壺にはフォークと書いてあると。ここでじゃあ、使えばいいのかな？ここにナイフ？銀のナイフは音もなく吸い込まれていった。うん。こっちはフォークですね。これをじゃあ全部繰り返せばいいんでしょうかね。まずというか、右から3番目のフォークを取ります。で、右から2番目、右手、そうですね。これをじゃあ 4本繰り返せばいいのかな。よくわかりませんので、とりあえずやってみましょうか。これで何も変化がなかったら私はもうわかりません。フォークは右から2番目。で、ナイフは左端ではなく右から3番目。これで合ってるんでしょうかね、本当に。やってて不安になってきましたが。なんかよくわかりませんね、本当に。うん。あと、ワンセットかな。まあ、普通にフォークを取って、ナイフを取る。これで何かが起こってくれないと困っちゃいますね。アイテムを使う。そして最後のフォーク。すぐそばに階段が現れた。なんとか行けましたね。階段が出てきましたが、こっちも何か謎があるのかな。セーブポイントがありますね。ピアノ。調べてみたんですが、曲が流れちゃいましたね。曲が流れましたが、何も起こらなかったですね。まあ一応セーブポイントを作るために、セーブしておきましょう。まあ、これでいつでもね、ここに戻ってこれるようになったという感じですね。ドアには鍵がかかっていて開けられない。なるほど。先には進めないと。では、この出てきた階段から先に行きましょう。さっきのナイフとフォークは何だったんでしょうかね、一体。何の脈絡も、身はすべて枯れ落ちている。何の脈絡もなくいきなり、現実的なね、謎が出てきましたが。宝箱ではない。どうやらミミックのようだ。怯えた目でこちらを見ている。戦う。話しかけてみる。話をこじ開ける。話じゃない。箱をこじ開ける。話せるんでしょうかね。お願い、いじめないで。このフロアにいるミミックはみんなおとなしいんだ。だから殺さないで。了解です。戦わないでよかったですね。敵が3体。とりあえず戦っていきましょう。あとは
デスマーマレードかな。あ、ばらけちゃいましたね。ばらけちゃいましたので、まあ波動で削っちゃいましょう。削っちゃいましょうというか、倒しちゃいましょう。で、分身切りでとどめを刺すと。よし。ふう。あ、干し肉。干し肉は別にいらないですけどね。これもミミク？あ、アイテム。ゴーゲンはクロームプレートを見つけた。まあ、これは明らかに装備品なんですが、私装備できます？あ、防御力が変わらない。あ、違う。装備できないんですね。これは、誰の装備品でしょうか。鉄心強化シールド。なるほど。では。では、トキオです。トキオじゃない。ラックスですね。これで、装備をさせてみましょう。プラス1。まあいいでしょう。まあ少しでもね、強くなった方がいいですからね。では先に進みましょう。ここにも宝箱がありますが、ミミッシェル。セシルは自分の魔力でこの国を作ったって話だぜ。あ、そうですか。ん？ということはセシルっていうのは魔法使いなんですね。で、自らこの国を作ったと。すごいですね。ということは自分の国を作って、そこに子供を住まわせてるんでしょうかね。うん、まあ、よく話が見えてきませんが。あ、干し肉。確かでもキメラみたいなのに、なんか手伝わされてるんですよね。倉庫で遊んでいたら、ポーションを頭からかぶっちゃったの。でも、それ以来、私に触ると、みんな体力が回復するようになったのよ。あなたも疲れていたら触っていいわよ。これ大丈夫ですかね？はい。あ、大丈夫でしたね。大丈夫でしたが、戦闘になりました。なるほど。この世界は、セシルが作ったんですね。うん。まあ、自分の魔力で国を作ったんですが、なんかモンスターというか、キメラですよね。キメラに何かを手伝わされていると。まあ、その辺の関係もそのうち明らかになるんでしょうかね。まあ、とりあえず先に進みましょう。あ、またでっかいのが出てきましたが、まあ、一撃かな。あ、ちょっと残っちゃいますね。まずいな。よし。結構ね、道が入り組んでるというか、まあ、基本的にはまあ、ほとんどね、一本道なんですけれども、道がね、ぐねぐねしてるんで、歩きづらいですね。あ、今度は一撃。よしよし。なかなか順調。ここは一本道ですね。で、これはなんだ？空き瓶。薬草クッキー。まあ、あんまりパッとしないアイテムでしたね。今度はどうでしょう。うん、一撃ですね。ふう。それで、あ、階段が見えてきましたので先に行きましょう。この部屋の間取りをよく覚えておくこと。結構なんか謎解きがいっぱいありそうですね。この部屋の間取りを覚えておくこと。
壺があって、テーブルがあって、木があって、食器だな。あ、特に調べられるわけではないんですね。うん。ん？ああ、これは庭すべて枯れ落ちていると。うん、まあ大体覚えたので先に行きましょう。お？間違い探しの部屋。南の部屋との違いは7つ。この部屋の違うところを調べよう。7個もあります？まず壺が違いますよね。あれ？違くないのかな？そう、壺は1つしかなかった。うん。で、このテーブルはなかったですね。正解。ここには階段があった。うん。本はなかったですよね。あれ？関係ないのかな？あった。本など落ちてはいなかった。正解だ。で、ここに木があって、当たり、ここはベンチラの木があったと。で、色が違うのかな？食器棚ではなくてタンスですよね、これはね。確かにここにあったのはタンスではなく食器棚だったと。これもかな？あれ、ここはもう調べた。他を探せ。ん？1、2、3、4、5、あと2つ、あと2つ。見事、このテーブルはもう少し長かった。これはまぐれです。あと1個はなんだ？扉が開くとか違いますね。あと一つ、あと一つはどれでしょうか。ここはもう調べた。他を探せ。あと一個あと一個どれですかね。タンスは調べました。ドアは開きません。本棚はもう調べました。本も調べました。ん？あと一箇所、これか。こちら側にはドアなどなかった。これで7つの間違いをすべて見切った。今後はこの部屋を自由に通られよ。あー、なんとか先に行けそうですね。わめんどくさそうな通路ですね。あー、ここは結構頭使いますね。ごめんね、宝箱じゃないんだよ。紛らわしい格好でごめんね。隅っこにいるからさ。あ、どっか行っちゃいましたね。こいつは気持ち悪いですね。まあ、さっきじゃないな。前回ね、初めて出てきた敵なんですが、アンデハートですね。このミミック君は、隅っこにいると言って、端の方に行っちゃいましたが、特に追っかけられるわけではなさそうですね。では戻りましょう。まあ実はね、前回、前々回かな、3回ぐらいね、連続して撮影をしてるんですが、そろそろね、疲れてきたんで、まあ休憩とかもね、入れたいんですが、まあとりあえずね、ここを突破したいですね。まあいろんな、まあ、動画でもね、まあ話したと思うんですけれども、結構あの週末とかにね、あのまとめ撮りをしないと、なかなかあの平日とかをね、あの実況するというかゲームをねやってる時間もないんで、どうしてもこう週末とか
まあ、休みの日ですね、まあ、土日とかを使って、まあ、普段ねこういった感じで撮影をしてるんですが、今もう夜中の1時半ですからねそろそろまあ疲れと眠気がね襲ってきてるんですが、あ、これは普通にいけますね。あんまりこう夜中に頭を使うのはきついですね。でこれはなんだ、外れ外れでした。ここはん、ここはなんだ、ここはなんだ、あれ、なんか先に行けましたが、あーなるほどなるほど、ここが正解みたいですね。なんか絨毯が引いてありますが、お、また出ましたね、心臓。よし、一撃。経験値高いですね。1体で310もらえるのは、うん、結構高いですね。怪しい。水桶には紫色の液体が溢れている。一口飲みますか。やめときましょう。多分毒ですね。で、一応セーブポイントがありますので、じゃあここに、うん、セーブしちゃいましょう。ちなみに、あ、結構来れますね。実験室1、実験室2と。そっか、ここはセシルの実験室だったんですね。これは何でしょうか。秘密の場所を探した後、このプレートに触れよ。秘密の場所を探した後、このプレートに触れよ。はい。秘密の場所は、この部屋の床の上。見えないスイッチに触れよ。秘密の場所はこの部屋の床の上、見えないスイッチに触れよ。ん？これはなんだ？一箇所一箇所もしかして調べていかないとダメなのかな？それともなんか普通に上を通るだけで大丈夫なのかわかりませんが、まあ、とりあえず調べるのも面倒なのでさーっと歩いてるんですが、なさそうですね。ないですね。じゃあ一箇所一箇所やっていきますか。なんかあのファミコンの、あ、あった、スイッチがある、押しますか。はい、探求心ある、勇者よ、プレートに触れよ。了解です。なんか昔のファミコンのアドベンチャーゲームをやってるようなね、そんな感じがうすうすとしてきたのですが、結構ミスティックワークきついですね。うん、難しいです。はい、探求心ある勇者よ、新たなフロアへ挑め。はい、うわ、宝箱が動いてます。気持ち悪いです。ガラスのベルを鳴らせば新たな道開く。ガラスのベル、あった、食器棚の中にガラスのベルを見つけた。鳴らしてみますか。はい、体が震えるほど美しい音色が部屋中にこだました。これでよかったのかな、これでよかったんでしょうか。ちなみにこっちは、右の石板は新しい旅、左の石板は帰り道。なるほど。あれ？どこから？こっから？あ、先に行けそうですね。一回解いた謎はクリア済みになるみたいですね。この宝箱は、この中にミミックじゃないやつが一匹いるよ。
調べてみましょう。ミミックじゃないのはどれ？本当にいるのかな。最後の最後でいませんでしたとかにならないですよね。あったあった、ゴンゲは円月塔を見つけた。円月塔、これは明らかに、まあ、刀でしょうけれど、攻撃力34の刀、私装備できますかね。私装備できます。あ、マイナス10ということはトキオかな。トキオの空いてるところに円月塔を入れると。で、改めて装備をします。あ、だいぶ強いですね。これで攻撃力が合計34。うん、これはなんか専用武器というか TOKIO 専用のねアイテムみたいですね。 TOKIO 専用のアイテムって初めてでしょうかね。で、ちょっと宝箱どいてくれないと先に行けないんですけど、どうしたらいいのかな。あ、どいてくれましたね。で、左に行くとダメなので、うん、探求心ある勇者よ、新たな道を探せ。はい。お、階段が、左右4つ計8個。これは何でしょうか。一箇所一箇所試していけ系でしょうかね。波動ドン、よし。いっぱい道がありますね。こっから来たのかな。あ、違う、違いますね。ん、これはどういう、あ、ここはじゃあさっきの部屋ですよね。ということはここは外れ。なんか先に行けたっぽいですが、権現はヒドラの胃袋を見つけた。ヒドラの胃袋って言われてもわかんないですからね。伝説のモンスターヒドラの胃袋、敵全体に最高の火のダメージ。お、なるほど。攻撃アイテムはほとんど使ったことがないんでね、効果がよくわかんないんですけれども、まあ、とりあえず雑魚に使うのはもったいないかな。まあ、ダメージは大したことはないですね。あら、ミス。ここはじゃあ波動でこいつかな。よし、あ、ちょっと残っちゃいましたね。が、分身切りで多分2体ともいけるでしょう。よし、円月と初立ちをミスりましたね。それで下、こっちから出ればいいのかな。わ、また扉がいっぱいありますね。これはなんだ、これは何でしょう。小生、なそなその壺と申す。我が謎に挑戦するかね。はい。君の腕前拝見させてもらおう。まずは小手調べだ。あ、またこれ。この謎が解けなくても君の冒険には何の障害もないので安心したまえ。これは顔にすればいいのかな。あ、できた。ん？お、なかなかやるね。あれ？なんか説明がなかったんで、どういう風にすればいいのか分かんなかったんですが、適当にやったらできました。余談だが、我が名はなそなその壺。
決して謎々のツボにあらず、もういいです。まあそれがよかろう。もうちょっとね、今撮影してるんで時間がね気になっちゃうので先に行きましょう。でこっから来たんですよね。いっぱい扉ありますね。これは何でしょうか。ベンチラの木。ベッドとか寝られませんね。うわ、また謎かな。魔法の研究所がぎっしり詰まっている。うん。同じですね。魔法の研究所。ここでじゃあセシルは魔法の勉強とかを、勉強というか研究をやってたんでしょうかね。で、ここはなんだ？何にもないのかな？怪しいですが、する。先に行けなかったら戻ってきましょう。ドアの手前で会話が聞こえてきた。もうすぐ。あともう一息で全ての作業が終わる。私の体は何よりも完璧な最高の存在になるだろう。早くしろ、セシル。最後の作業に取り掛かるんだ。てんてんてん。どうした？何をためらっている？これで、本当にこれで終わりなのね。二度とこの世界には現れないのね。はっはっはっは。お前ほどの魔力の持ち主を放っておくなんてもったいない。これからもっと働いてもらわねば。私はもう手伝わないわ。ほう。しかし、お前がモンスターを作る気持ちの悪い魔女だなんて知ったら、ガキどもはどう思うかな。ひどい。それでは契約が違う。契約をしたのはあのお方だ。私はそんな契約など交わした覚えはない。うん、そんな。ああ、セシルが作ったこの世界になんか勝手に魔物がやってきちゃって、なんか脅されて何かの作業をしていたという感じでしょうかね。む。ゴンゲン、なぜあなたが。小僧か、貴様にも聞きたいことがある。はい。どうやってこの世界に来たのだ。あの、オルゴールから来ました。自分の意志で世界を出入りできるのか。まあそうですね。ゴンゲン、お願い、逃げて。キメラは今までのモンスターとは違うわ。キャー。セシル、お前は作業を続けるんだ。そしてゴンゲンと言ったな。はい。貴様の手並みを見せてもらおう。ミノタウロスよ。バトルかな。うん。ミノタウロスなのかな。まあ、とりあえず波動で、あ、結構削れますね。分身切り、これでいけます。よし。ミノタウロスを倒した。あ、1000も経験値をくれた。ありがたいですね。がレベルは上がらないと。なかなかやるじゃないか。あの柱にへばりついてるようなやつが喋ってるんですよね、きっとね。ミノタウロスをこんな短時間で倒すとは侮っていたよ。あ、そうですか。だがこれでどうだ。今度は誰でしょう。ん？あ、同じやつが2体。バカにしてるんでしょうかね。ダメージ6。結構食らっちゃいますね。まあ、結構でもないですが、その辺の雑魚よりはやっぱり強いですね。トキオが19食らうのは結構痛いな。あ、これじゃ倒せないのか。
しまったな。1体削っちゃえばよかったですね。ま、これでいけるかな。よし、次は3体でしょうかね。ミレーネのレベルが20、みんな上がるかな。ラックスも上がりましたね。スパークとフルパワー、リーシャイン、神王、トキオは上がります？上がらない。メイシャも、レベルアップでヒールハイを覚えた。で、どうなります？キメラ、あ、そうですね、この柱にへばりついてるようなのが、キメラっぽいですね。ん？セシル、セシル姉ちゃん、あ、カタバンチ助けに来たぞ。どこだ？あ、あの袋小路の町から子供たちが来たんでしょうかね。ビンス、カタバンチ、あの子たち、ほう、ガキどもだけでこんなところまで来たか。そうですね。ゴンゲン、お願い、あの子たちと一緒に安全な場所に避難して。逃げられません、ここで皆殺しだ。そしてセシル、お前は永遠に私に仕えるのだ。あなたになんて仕えるものですか。ゴンゲン、私の魔力を受け取って。ん？あ、全開ですね。あ、特にセシルが何かこう倒れるわけではないんですね。なるほど。わ、キメラ、気持ち悪いですね。まあ波動かな。波動でどのくらい効くか、まあ試してみましょう。あ、155で食らうダメージが30いくつ。まあ倒せそうですね。大丈夫かな。まあ、気持ち悪いデザインとはいえ結構かっこいいですね。まあ、頭がライオンで、まあ、爪が生えた腕があって、翼があって尻尾も生えていると。まあ、合成生物というか、まあ、キメラですよね。なんだ、わ回復なるほど、回復を使ってくるのはずるいですね。波動、まあ、とはいえ、まあ、いつかは倒せるはずなので地道にね削っていきましょう。もうちょいかな。これでどうでしょう。あ、ミリ残り、東京でとどめさせるかな。よし、ふう、キメラを倒した。あ、4000、あ、私のレベルが上がりましたね。プラズマフィールドを覚えた。あ、トキオも一緒にレベルアップですね。これで、倒したのかな。おーうなってますが、第二形態とかあるんでしょうかね。完璧、何よりも優れた生物、完全な私の体が、あの方をも超えるはずの、そう、あの方が全てをフィギュアに変えるだろう。うん、この世界にもやがて闇が来る。あ、消えていきましたね。どうなる？倒したのね、私たち、キメラを倒しました。権限、はい、おっとっと、いい感じ。あなたがいなければ私は、私は、あ、子供たちが、お、開いた、
いいところで子供たち入ってきちゃいましたね。バーニース、それにビンス、カタバンチ、レイも。様子が変だったから気になってね。ああ、もう戻ってきちゃったよ。ビンス、ここはあなたのお家よ。それよりごめんなさい。私はあなたたちに。お姉ちゃんどこを？あ、アプリコットまで。よくこんなところまで来れますね。このドアはまだ見てないよ。入ってみよう。あ、もう子供たち全員無事だったんですね。あ、セシル姉ちゃんだ。おーい、セシル姉ちゃんが見つかったよ。ほんと？おい、こっちにいるって。お姉ちゃん。あ、とてちとて。全員ここにいるよ。みんな。私はこの部屋で。もういいさ、上に行こう。子供たちは、うすうすは感じてたんでしょうかね。外で待ってるよ。それとも全く知らなかったのか。ちょっとわかりませんが。私は闇と名乗る者と契約をしました。この世界のモンスターを追い払う代わりに、キメラの体を完全なものに作り上げると。ほう。彼は私にすごい魔力があると思っていたのです。でも、本当はある不思議なものから手を借りただけ。それはアーク。お、アーク。私は自分の限界を超えてアークを使っていたわ。お姉ちゃんまだ？アークは私の部屋の物置にあります。あなたが使ってください。はい。あれは私が持つべきものじゃないわ。行きましょう、権限。行きましょう。もう40分超えてるんでね。行きましょう。行きましょうと言ったんですが、どっから帰ればいいのかな？こっから帰れるのかな？ここは行き止まりですね。あ、ここは天井から光が差してるだけなんですね。あ、そしてもう敵はいないみたいですね。この上とか気になりますね。階段。また階段ですね。ここはどこだ？こっから来たんですよね。ここはセーブポイントというか、さっき通った場所ですよね。あ、そうですよね。ここナイフとフォークの部屋ですもんね。もういいです。この謎だけはもういいです。では、屋敷に、クリスタルは使えないので、とりあえず、お屋敷に帰りましょう。お屋敷に帰って、で、いろいろアークとかね、セシル姉ちゃんとかの話を聞きたいところではあるんですが、かなりね、もう時間も大幅に今回は長い動画になっちゃいましたので、とりあえず今回はこの辺で終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権限でした。